どうぞ。バランスの取れた車なのかなと思います。ディーゼルエンジンの仕様しか日本には輸入がされてないんです。あ、そうなんや。はい、はいはい、どうもどうも、こんにちは。こんにちは。今日は、はいはい、アウディの Q5 の試乗に行ってきたので、これもまた私が Q2 乗りたくて試乗に行った時にその Q5 が展示されてて、あまりにもかっこよくてですね、新井さんがまた新井さんがちょっとこれ乗られへんのみたいなで急遽試乗した車です。そうそうそうね、ちょっと試乗コースとかも結構いいね、うん、コースを回ってるので結構スピード出した、え、そうそうそうなんですよ、押してるからスポーツモードで、うん、だから結構参考になるんちゃうかな。もう撮りながらもう後ろめっちゃ揺れてましたけど、めっちゃ揺れても私こんなんだよバランス保すの必死。そう、楽しかったですね。そこもずっとね、キューティーが、ね、腰をそっと支えてる多分あんま意味なかったと思うんですけど逆にここは緊張するっていうこともありましたので、はいはい、今から見てみてください、はい、あ、そっか、オープニングじゃん。そうですよ、めっちゃ言ったやん、めっちゃ喋った、これエンディングやで、完全に。下に、はい、下げて、右のレバーは下げてくださいました。全然ハンドルもないよな。え、本当ですか。全然軽い。結構しっかりした感じがするので、切ってない時には女性の方には重く感じられるかもしれないので。そうですね。ハンドルの重たさとか、はいはい、あとシフトの、スケジュールでございますね、はいはい、ですから、まあ、ダンパーが変わったりとかそういうものではないんですけど、また燃費モードですね、エフィシエンシーモードっていうのがあって、オートにしてましたらアクセルをもっと強く踏み込んだらダイナミックモードに自動的に変わります。あ、なるほど、はい、ちょっとこれでワイドどれぐらいですか。1m90 ジャスト。1m90 ジャスト。Q7 とか8で長い方やったらもう 5m 超えてますね。はい、Q8 ですと 4m99.5、はあはあ、で Q7 ですと7人乗りになるので、もうちょっと長いんで 5m7cm あるんです。なるほどなるほど、はい、どっちもワイドは 2m 超えてこへんの。もう超えてくるんですか。ギリギリ、Q8 が、1m99.5 ですから、もうほぼ 2m ですね。はい、でも一応切ってますね。はい、一応切ってますね。はい、で、3車線ございますので、真ん中からの一番右で、よろしければちょっと右かと思って。
性がいいんです。へー、お前ね、はい、あの後ろは、うん、後ろは普通のガラスなんです。あ、お前やとか言って前だけあのアコースティックガラス。へー、でもめっちゃ分厚く感じる。だけどあれやな、普通にこうやって動き出さへんね。今ね、これあのフォルダーシステム、あ、やっぱ入っついてんねん、はい、直りついてんのかな。ええ、すいません。あ、そういうことね。これをオンオフできますので。いや、そういうことね。これをオフにしておけば普通にクリップございますので。あ、そうやね、はい、何のやろな。すいません。まあ、これはもうその時 の, あの気分で変えていただければなと思います。なるほど、なるほど。これトヨタ車にもついてんですけど絶対使わない。オフにしておきますね。すいません。ディーゼルですから燃費は悪くないんですけど、はい、結構ボディがしっかりしててハンドリングもキビキビ走れるので、あのすごくバランスの取れた車なのかなと思います。そうですね。で、この今日ご使用くださったあのショールームに置いてましたスポーツバックシリーズ、クーペシリーズはですね、はい、あの昨年の10月に出たばっかりなんです。ああ、 それまで Q5 はあの普通の SUV しかなかったんですね、うん、で他のメーカーさんもこういうクーペの仕様をどんどん出してくる、まあ、そうですね、このサイズ感クーペ出しますもんね、はい、でやっとあの Q5 でもこのクーペコンセプトのスポーツバッグが出ましたので、はい、おかげさまで今大変このシリーズは人気がございますし、よく出てます、うん、はい。これで燃費どれぐらい出るんですか。これで、そうですね、多分街乗りでしたら8前後ぐらいですよね、はい、ただ高速乗られたらあのかなりいいと思いますね、うん、はい、ディーゼルでマイルドハイブリッド、はい、ハイブリッドの、まあ、簡単な簡易型のものがついてますんで、はい、ですから従来型のものに比べるとやっぱりかなり燃費は進化していますね、よくはなっているのかなと思います。実は今年からはもうガソリンがラインドロップしてしまったんです、うんうんうん、ですから普通の2リッターターボに関して言えばディーゼルエンジンの使用しか日本には輸入がされてないんです。あ、そうなんや、はい、でどうしてもガソリンが欲しいっていうお客様にとっては、うん、幸いですね、3リッターターボの S95 といういわゆるスポーツカー仕様のものがあるんです、うんうん、お値段はちょっとお高くなって、まあ、1000万少し超えるぐらいの価格帯になるんですが、これであればガソリンエンジンの使用を選んでくださることもできます。だから、まあ、実用的なディーゼルが2リッターターボで、で、あえてもスポーツカー的なちょっと運転する楽しみも欲しいというお客様には S95 を選んでいただければ、そういう2本立ての形になります。そういうことですね、はい、まあ、馬力が全然違いますので、これで200馬力はちょっと超えるぐらいの馬力なんですが、 S95 になりますと約まあ350馬力ぐらいありますので、走りのパンチはあるのかなと、こういう車にしては。そうですね、はい、まあ、ただこの車も、馬力200馬力ぐらいですけれども、トルクは40ありますから、 4000cc のエンジンに匹敵するぐらいのトルクはあるので、決してあのアクセル下った時のレスポンスは悪くはないんですけど、ね、はい、はい、SQ5 になってくるとちょっと入荷台数がすごく少ないので。そうですね、なかなかちょっとお好みの色とか仕様とかちょっとこだわってしまうと、もうかなりやっぱりこの動きがかかる可能性があるんですから、はい、まあ、ただ例えば今お乗りのランドクルーザーさんとかポルシェさんとかに比べたら全然1年以内ではもう絶対にご納車できるんですけれども。ああ、そうなんですか、はい、それすごいですね、ただそんな感じですか、ただこの半年以内で絶対ってことになると色とか仕様によっては厳しい面もあります。1年見とけば全然いけると、ただまだ読めない部分もあるんですけどね、正直今そうですね、今ね、まあ、全然入ってこないですよね、はい、この車もバーチャルコックピットって言いました、メーターを表示を変えることができるようになってまして、はい、まあ、こんな感じで、はい、なるほどね、一番大きく縮尺をしますと市街地モードのバーチャルリアリティというか、そういう映像に変わります。お前リザンも出てる。ね、結構リアルな。はい。うん、そうなの。はい。でこちらは、まあ、こういうタッチパネルになってますね。Q2 は普通のコマンド、まあ今までの輸入車皆さんのコマンドのタイプなんですが、はいはいはい、こちらは液晶の直接操作していただける。
ました。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。私のあゆさんの腰支えは映ってへんねん。映ってへんねん。それ映ってへんねん。っていうのもありながら、ちょっと Q5 のその運転してるところとかもお伝えできてるかなと思うので、うん、この動画が良かったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバーイ。